栗原良一栗原良一から1911年3月13日は、明治期の政治家、ジャーナリスト、衆議院議員、旧姓、中村、島国と場藩士、中村武一の三男として生まれ、同藩士、栗原良九の養子となる、藩校で官学を治める、明治の初めに上京指導人者で学んだ、1876年、自主社を創立し、 総合雑誌、某草雑誌を刊行して、政府批判を行う。自由民権運動に加わり自由党の決闘に参加。自由新聞の主筆を務め、1882年、板垣大輔の党に随行した。篠の目新聞の主筆となり、大道団結運動に加わった。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙において、 三重県第1区から出馬し当選。その後、第10回総選挙まで連続10回の当選を果たした。1898年6月、第1次大熊内閣が成立し、板垣退助が内務大臣となると、同大臣秘書官に就任し、さらに大蔵省参事関係監督局長を務め、同年11月の同内閣大臣に伴い、退官した。その他、 日本工業銀行設立委員、南満州鉄道設立委員を務めた。1909年、日本政党を職事件で検挙され、同年5月10日に衆議院議員を辞職。同年7月3日に、東京地方裁判所第2刑事部において、重金庫5ヶ月の有罪の判決が言い渡され、その後、判決を不服として、控訴、上告を行ったが、 同年12月17日に大審院で判決が言い渡され、上告棄却となり、有罪が確定した。その後、皆無サイトが押した。ありがとうございます。